2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略は、日本中の軍事ジャーナリストなどによれば数日でロシア軍がキーウを落とし、ウクライナが降伏するとの見方がほとんどだったよね。ああ、その根拠は2014年にロシアがクリミア半島を併合した際、ウクライナ軍がほとんど抵抗できなかったことや、最新の軍事力統計などによるロシア軍とウクライナ軍の兵力及び装備品の圧倒的な差が挙げられていたぜ。でもウクライナはその予想を覆す活躍だよね。逆にロシアは悪い意味で予想を裏切る形になったな。そうだね。さて今回は、ウクライナ有事を踏まえて、防衛省と自衛隊のドローン研究が立ち遅れているとされる理由について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。侵略開始から4ヶ月となる5月20日現在、ウクライナは降伏するどころか、首都キーウを包囲しようとした部隊のみならず、北部でロシア国境に近い第2の都市ハルキウに迫った部隊をも撤退させ、新ロシア派武装勢力の拠点で、ロシアが併合を狙う東部ドンバス地方ドネツク州、ルハンスク州も戦線を拡張できず停滞しているよ。この理由について、予想を覆された軍事ジャーナリストたちが真っ先に挙げているのは、ウクライナ軍による巧みなドローン運用だね。彼らは、ウクライナ軍の活用が伝わるトルコ製のバイラクタル TB2 などの攻撃ドローンが、近代戦におけるゲームチェンジャーであるとした上で、防衛省と自衛隊におけるドローン運用の現状を批判し、日本はアメリカや中国などと比べてドローン後進国であると決めつけているんだ。そして、2022年度防衛予算においてドローン研究開発費が増額されたことを、遅ればせながら対応し始めたとして、先見の明がないとしているようだな。そんな風に思われているんだね。それは真実なのかな？まず、ウクライナの前線の理由にはドローン活用もあるんだけど、第一にはウクライナ人の祖国防衛意識の高さにあるんだよね。過去、隣国ロシアソ連の支配下にあって何度も蹂躙され残虐な圧政を強いられてきたことを忘れないウクライナ人が持つ、祖国防衛の愛国心には脱帽するばかりだよ。ウクライナ軍は、ソ連崩壊後の軍縮や経済停滞などにより弱体化したまま放置され、2014年にロシアにほぼ無抵抗でクリミア半島を奪われた際の反省から、軍組織の改革を断行し、陸海空の正規軍3軍の他に準軍事組織として地域防衛隊が組織されたんだ。この地域防衛隊はウクライナの地方行政区画ごとに1個旅団が置かれ、全体で25個旅団150個大隊が設置されていて、平時は食料軍人1万人程度の組織ながら有事には民間人が動員され、13万人以上が動員され、領土を守る意識が高い地域防衛隊は今回のロシア侵攻において正規軍と共に大きな戦力となっているってわけ。ちなみに、そのようなウクライナの過去とロシアとの軋轢を知らない弁護士出身で元政治家が、某テレビ番組において一般国民の生命を守るためにウクライナはロシアに降伏すべきと発言をしたことで、ウクライナ人ジャーナリストから猛反発を食らったのは当然だろうな。ウクライナ各地を制圧したロシア軍が撤退した後の惨劇の数々を見れば、ロシアに降伏することが必ずしも一般国民の生命を守ることにならず、言葉にするのもおぞましい残虐な拷問やレイプなどを受け殺害されることが世界に知らされたんだからね。他に前線の理由として挙げられているのは、ウクライナ軍を舐めきっていたロシア軍の油断と、優れた兵器を保有しながらそれを活かせない戦略戦術の稚拙さに加えて、組織内の風通しの悪さから命令伝達の不徹底ぶりをさらけ出し、近代戦に不可欠である多層的な組織間での情報共有と連携による総力戦に対応できていなかったことにあるよ。しかし、それらのことを踏まえてもやはり、日本にとって軍事用ドローンの開発が、ドローン先進国中国に対抗する意味で必要不可欠であることに変わりはないんだ。中国では歩兵部隊の偵察用にタミオドローンが配備され、実際にドローン活用した演習が実施されているほか、ミサイル搭載可能なステルスドローンである運営などの攻撃用ドローンが開発されているんだって。アメリカでも軍事用ドローンの研究開発が進められていて、攻撃型ドローンや偵察型ドローンにも多額の予算が投じられ、ロシアもまた偵察型ドローンオルランジューというコストパフォーマンスの高いドローンを実戦配備しているよ。このオルランジューについては、ウクライナ軍が露飼した機体が日本製のカメラが搭載されていたことが SNS に投稿されているようだな。その他アジアにおいてもタイなどがドローン開発に注力していることが伝えられるなど、世界中が軍事用ドローンに着目している中でドローン後進国と批判される日本だけど、実は防衛省防衛装備庁から2016年平成28年8月に、将来無人装備に関する研究開発ビジョン航空無人機を中心にと題された研究開発ビジョンが公表されているよ。
そのビジョンの中では、日本のドローン開発を批判する軍事ジャーナリストが提案している内容がほとんど網羅されており、つまり防衛省ではウクライナ侵略以前に、すでに近代戦におけるドローンの重要性が増すことを見出していたと言えるよな。令和4年度防衛予算でのドローン関連予算は、対空型無人航空機の試験的運用に47億円が計上され、海上自衛隊において、アメリカ海軍が運用する偵察用ドローン MQ-4C での広域洋上監視の運用試験実施が予定されているんだ。また艦載型無人航空機小型に関する研究性能試験にも6億円が計上され、アメリカ海軍で運用されているヘリコプター型ドローン MQ-8C の運用試験などが行われると見られているよ。この他海上自衛隊では最上型護衛艦に、機雷探知用水中ドローン OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機が搭載され、航空自衛隊では青森県三沢基地で無人偵察機 RQ-4B グローバルホークの運用準備が始まっているみたい。また、陸上自衛隊では災害救助にも活用できるドローンとして小型偵察ドローンスキャンイーグルや、カナダ製の民用偵察ドローンスカイレンジャーが活用されるなど、ドローン活用の下地作りは着々と進められているんだ。日本の問題点はドローン研究開発よりも、その予算確保と左翼による反対活動だよね。そうだな。例えば、ウクライナでは国防費を GDP の 3%、治安防衛関連予算も含めると 5% を確保する法律を制定して軍備の増強を図っており、ストックホルム国際平和研究所 SIPRI によれば、2013年に GDP 比 1.6% だったウクライナ国防費は、2020年には 4.1% にまで増加しており、NATO 加盟国の目標である GDP 比 2% 以上より大きいぜ。日本とウクライナとでは GDP の金額が違うとはいえ、日本の防衛予算を GDP 比 2% とするならば、軍事ジャーナリストたちが指摘するようにドローンの研究開発予算を増額できるよ。また、無人機を導入して基地に配備しようにも、それを反対する左翼勢力の存在があるんだ。例えば海上自衛隊鹿屋航空基地にアメリカ空軍の無人偵察機 MQ-9 を一時的に展開させ、南西諸島の偵察に活用する計画があるんだけど、これすら左翼政党や市民団体と称する組織によって反対運動が展開されているんだよね。このような状況を改善しないことにはドローンをいくら開発しても配備ができず、絵に描いた餅となることが懸念されているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、地球温暖化についてだよ。最近6月なのに30度を超える気温をマークしてるからびっくりだよな。確かに、まだ梅雨明けてないのにこの気温なら真夏の気温がどうなっちゃうのか本当に怖いよ。そうだね。さて、地球温暖化がどんどん進行していっている現在、牛のゲップが進行を加速させているかもしれないんだ。え、あの動物の牛が？でもまたなんでなの？解説していくね。牛や、羊、ヤギ、そしてラクダなんかは、一度食べた草をもう一度口の中に戻して出してを繰り返す。つまり、反芻する反芻動物と呼ばれているんだ。それは結構常識に近いよな。それがどうしたんだ？4個ある胃を使って、食べた植物の消化を時間をかけて何度も繰り返すんだけど、この時胃の中では植物が発酵し、大量のメタンガスが発生するため、牛たちは絶えずゲップをすることで、ガスを体外に排出しているんだ。だけど、このゲップに含まれるメタンガスは地球温暖化を加速させる温室効果ガスの一つなんだよね。しかも、二酸化炭素の25倍以上の温室効果を持っていると言われているんだ。25倍って相当やばいよね。牛さんの牛乳美味しいのに、まさかそんなことがあるなんて。ちなみに、人が生活する上で増加した温室ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化炭素、フロストガスってのがあるんだけど、一番はやっぱり、二酸化炭素が 76% を占めているんだ。やはり二酸化炭素が一番出てるからな。そうだね。その次がメタンガスなんだけど、メタンガス排出量全体の 37% が動物の体内で発生するガスに由来するらしいんだ。それは思ったよりやばいじゃん。でも牛を減らすこともできないし、どうしたらいいんだ。それがなんと、近年これを最小限に抑える取り組みが実施されたんだ。その一つが肥料の改善なんだ。改善されていたのか、さすがだな。その肥料はニトロオキシンプロパノール 3NOP 呼ばれる成分を乳牛の肥料に加えることで、牛から発生するメタンガスの量を 30% まで削減することに成功したんだ。でも肥料を変えたりしたら、牛に影響が出たりしないのかな？それがね、参入量に変化が出ないどころか、さらに牛乳の産出に膨大な体力を使う乳牛には珍しい。体重が増加するという一石二鳥の効果得られたという研究結果が報告されたんだ。それはすごいね。これで牛さんたちも伸び伸びと牛乳を作ってくれるね。
さっきから牛イコール牛乳としか思ってないだろ。だって美味しいじゃん。でもこれで地球温暖化が収まるわけではなく、みんなの一つ一つの行動が温暖化を抑えることになるから、ゴミのポイ捨てをしたら絶対ダメだよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。